はい、どうもおばしです。それでは今週もやっていきましょう。さらしていいとも増刊号、皆さんコメントいつもありがとうございます。それではね、早速雑談なんですけれども、今週ですね、有名なニコ生主の配信者さんが偽札を使って逮捕されるという事件がありました。でですね、まあ本当かどうかわかんないですけど、その偽札はリスナーさんからもらったものだったというふうに一部報道されています。この動画を上げる頃にはもしかしたら訂正されているかもしれません。で、まあ、やっぱそういうの怖いなって非常に思いますし、自分前にAmazon欲しいものリストを載っけて一回プチ炎上っていうか、まあちょっとなんか火傷したことがあるんですけど、まあその時はね、Amazon欲しいものリストを公開したことがある COD 実況者ってあんまいなかったんですけど、今なんか大半の人がむしろしてますよね。なんかちょっとぐらいは公開したことあるみたいなね。でこの間なんかジャンヌさんまでやっててね、こじきやろうっつって俺は罵って遊んでたんですけれども、なんでオパシとか、まあ、動画投稿者がアマゾン欲しいものリストを公開するかっていうと、まあ、プレゼントが欲しいこじきやろうっていうのはまた別として、なんでかって言ったらアマゾンにあるものしか送られてこないわけですよ。ってことはつまり新品しか送られてこないわけなんですね。でオパシがむしろ警戒していたのは、よかったらカレー作ったんで食べてみてくださいって言われて、食べてみたらペロッ、これは生産カリーみたいな、そういうね、実はカリーでしたみたいな、そっちが怖かったんで、新品以外は送られないようにするためにアマゾン欲しいものリストという選択を取ってたんですけど、やっぱ怖いよね、そうやって何でもいいから受け取りますみたいな感じで、インターネット配信業みたいな方でそういうのやってる方多いですけど、非常にリスナーさんから差し入れてこれもらいましたとか、やっぱね、何入ってるか分かんないしね、そんなリスナーから現金もらって使ってみたら偽札で逮捕されましたなんて半端じゃないじゃないですか。だやっぱね、警戒しないとなと、やっぱ危ないですよ。この動画をね、ご覧の動画投稿者の皆さんも、もしね、将来、リスナーさんから何かもらうことがありましたらね、生物と現金は気をつけましょう。非常に危ないですよ。でもしかしたらね、でかい箱とかで、パソコン系のなんかとかだとね、発信機とかついてるかもしれませんのでね、やっぱその辺もね、重々注意してね、活動していかないといけないのかなと。で、プラスジャンヌさんがね、なんか、いろいろリスナーさんにこじってたんでね、よかったら皆さん叩いてあげてください。では、早速本編やっていきましょう。こちら、コメント返信の量が少ないと思いますっていうね、その気持ちはわかります。確かにね、昔の序盤の頃のさらしていいともと比べるとだいぶね、コメントを厳選して数を減らしております。最近は多分平均したら多分4個5個ぐらいなんじゃないでしょうか。でなんでかって言ったら、まあ、これもう何回も言ってる話ではあるんですけど、ちょっと別の角度から言うんですけど、同じ話ばっかしちゃうのも嫌ですし、あとそのなんだよ、質問がさ、やっぱさ、単調なんですよね。モンハン持ちですか、はい違います、感度何ですか、はい25ですみたいなさ、年齢いくつですか、童貞ですか、オナニーしましたかとか、そんなんばっかじゃないですか、大半のコメントって。でそういうコメントに対していっぱい返すことは確かに可能なんですけれども、俺はもっとそのなんか深い話をしたいわけですよ。深くて濃くてたっぷりドロッとしたやつを話したいんで、ってなるとやっぱ厳選して、あこれだったらいっぱい話したいことあるなみたいな。だからさ、そのよその実況者さんをバカにするわけじゃないんだけど、よその人たちって血液型何型ですか、 A 型ですみたいな、モンハン持ちですか、モンハン持ちですみたいなさ、こういうなんかプロフィール帳みたいな、小学生のさ、なんかさ、質問アンケートみたいな紙あるじゃん、こういうのよく昔流行ったでしょ。俺よく小学生の頃女の子とかからもらったりとかしてさ、で〇〇ちゃんから俺もらえなかったとか言ってさ、お前のプロフィール興味ねえんだしねえみたいな感じでさ、よくみんなで罵り合ってたんですけど、こういう質まで落ちちゃうんだよね。質問の数増やしちゃうと、極端な話ね。だからまあそれはまあ別にそれが悪いとは言ってないですよ。実際それで面白い方もいますしね、まあ、名前は挙げませんけれども、すごい面白いなと思って超スピードで質問返答してる方とかもいますから、はい、だからね、いいとは思うんですけれども、自分のカラーに合ってるのはよりロングプレイで延長指名ありで楽しみたいということで、このような形で厳選してコメントを返させていただいております。ご了承いただければなと思います。お次こちら、オパシさん、いきなりですが未来のオナホはどうなると思いますか、またオパシさんはオナホなどを使っているのでしょうかというね、まずですね、オパシはですね、最近オナホは全く持って使っておりません。一時ですね、 R20 というやつを使っていたんですけれども、なんかね、水道かなんかの見積もりの おっちゃんが来た時に間違って出しっぱでね、すげえ恥ずかしい思いをしたんで、それ以来ね、トラウマでちょっと使っておりません。でですね、でじゃあ未来のオナホはどうなるかというのをオパシの予想を話していきたいと思います。まあおそらくですけれども、まず間違いなくなるのが全自動化ですね。オナホって結局さ、質感がリアルで、まるで女の子にしゃぶられてるエッチしてるかのような感じが味わえるっていう言うけれども、結局現実問題として右手をコス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 さ、赤いボトルをねシコシコしないといけないわけじゃないですか。それのどこがリアルなんですかっていう話ですよ。あくまで質感の話じゃないですか。やっぱ AV を見てそれを
全身でなんか感じたいはずなんですよ、リアリティを。ってなったら、じゃあオパシの予想する将来のオナホは間違いなくですけれども、まあ、ヘッドマウントディスプレイもしくは VR ゴーグルをつけた状態で AV 女優の、あのチンコに対する攻め方と連動した全自動オナホが出ると思います。多分値段は、まあ、そこそこ跳ね上がるんじゃないでしょうか。でその全自動オナホは多分おそらくですけれども金玉まで網羅した状態で多分そのなんかそのもちろん質感は今よりもリアルになってその舌で例えば金玉を舐めてるときは金玉の方にその舌で舐めてるかのような質感と温かさが伝わってくるみたいな、ね、熱伝導システムみたいなのも多分追加されるんじゃないかなと。で、まあ、全体的に衛生面とかもより向上して多分再度使いやすいようになるっていうのが多分ね近未来型オナホなんじゃないかなというふうにオパシは予想しております。そしたらねぜひともあの発売前にレビュアーとかさせていただきたいですね。ということでオパシの予想は全自動熱伝導より質感がリアル、VR ゴーグル連動オナホということでした。多分当たると思います。お次こちら、わあ、オパシがマザーシップ出してるっていうね、ありがとうございます。あのオパシマザーシップ出るんですよ。で、あのよく言われるんですよね、ラップスとかマザーシップとか出すとさ、なんで出せんのみたいな、お前がみたいな感じのコメントいただくんですけれども、そんな弱いイメージありますか？なんかそこまで弱いとは自分では思ってないんですけれども、まああの世間一般で言えば多分おそらく自分は弱くはないです。普通よりはちょっと強いぐらいだと思います。だってまあキロレ 1.87 ぐらいなんで、まあ通常よりは強いですよね、1が通常だとしたら。ただあの YouTube のコメント欄とかあの Twitter 民の人たちってオパシ弱いって言ってるじゃないですか。あの人たちあのコメント欄とかあの Twitter では常に自分たちスカーズぐらいに強い前提であの人たち話してるんで、まあね、コメント欄スカーズですよ。あのユニークですね。自分の多分その適切なレベルが把握できてないんでしょうね、客観的にね。だから例えばですけど、オパシに勝った、弱かったわっていうコメント非常に多く見かけますけど、オパシはスカーズの方に何回も勝ったことありますよ。ってなると、あれオパシは日本一強かったってなりますか？なりません。オパシは間違いなくスカーズの皆さんより弱いです。ただ時の運もありますし、スカーズの方がフルパじゃなかったというのもありますし、オパシがフルパじゃない場合もありますしね。そんなのでね、実力は全くもって判断できないんじゃないかなと。実力を判断したいんでしたら公式戦か乱戦で本気でやって初めて言えるんじゃないかなというふうに大人だったら思うと思うんですけどね。はい、まあそんな感じですよ。でオパシね、なんか下手なイメージありますけど、それね違うんだよ。他のチャンネル登録者10万ぐらいの人たちが上手すぎんの、またもおかしいぐらいね。だってオパシとジャンヌで下手って言われるじゃん。ジャンヌなんでめっちゃうまいよ、あの人。大会出てたことあるし、昔。あれ、キルレ、普通にだって、あんなファニーキルカムとかやってんのに、キルレ2超えてんだよ、あの人。バケモンよ、あの子、実は。だからね、なんかね、コメント欄でね、下手って言ってるからね、あ、ジャンヌって下手なんだ、コメントでみんな言ってるもんな、つってね、その、脳死キッズみたいなね、感じはやめた方がいいと思いますよ。ジャンヌさんは普通に全然俺よりうまいんで。はい、お次こちら、自分はトーク力や自己表現力がないから面接がとても苦手です、トーク力があるオパシさんは面接の時アドリブでしたかというね。ですね、さすがにオパシもねアドリブじゃなかったですよ。ただ面接ってなるとやっぱアドリブを要求される場面もあるじゃないですか。面接って志望動機とか、例えばあと大学時代何やってましたかとか絶対聞かれるんですけど、その辺はさ、もうこれ答えとこうっていうテンプレを用意しとくんですよ。さすがにこっちもこれこれこういうことをしていましたって言うんですけれども、やっぱね絶対アドリブを要求するような、相手のそのとっさの反応力を調べる面接が絶対あるんですね。例えばさ、なんだろう、好きな映画とか何とかさ、週末何してんの君みたいな、例えばそういう、まあセクハラにならない程度にプライベートなことって多分聞かれると思うんですよ。でそういったところでやっぱついみんなボロが出るんですよね、油断しちゃってね。でオパシはですね、そういうところでボロを出したかって言ったらボロボロでしたね。もう最低でしたよ。もうなんか面接官もさ、自分のボロを引き出すためにさ、すげえ楽しそうに話聞いてくれる方だったんですよ。だからあまりにもなんか盛り上がっちゃって、面接官もずっと笑ってるんだけども、なんかさ、普通に面接でいいとも増刊号みたいになってて、みんな普通に笑ってんの、俺が喋ってると。あ、これいいな、これ受かったわと思ってたけど、よく考えたらさ、どう考えても俺、自分の表現、自分の、故障をさ、俺その時こんなで、みたいな感じで、俺とか言っちゃってたの。面接で俺なんて普通絶対言っちゃいけないんだよ。だからまあ多分ね、面接官からしたらこいつ面白いやつだけど、なんか公私混同してんなというか、ビジネスマナーはねえなっていう風に多分思われたと思うんだよね、学生の時ね。ということで第一志望のところ、それで俺一回落ちてますね。あまりにもテンション上がっちゃって、自分のことを面接で俺という風に、言ってしまうという事故が起きました。ただね、自分が面接で採用する立場だったら、まあ、ちょっと警戒はしますけれども、業種によってはね、やっぱ面白い話できるとか、一緒にいてこいつ気持ちいいなって思う、まあ、性的な意味でもね、気持ちいいなって思える人って多分すごい価値があるんで、
まあ、もう採用してくれよって感じでした。はい、皆さんも頑張ってアドリブ力鍛えてください。俺というふうにはね言わないように注意しましょう。はい、お次こちら、おぱしさん、さらしていいと思って誰でもやっていいんですか、それともくんさんとか許可出た人だけですか、というね、コメントありがとうございます。まず誰でもやっていいかっていうと非常に微妙なラインでございますね。でまずそのさらしていいと思っていうのに近いあのタイトルで動画を上げられた方何名かいますね、くんさんとジャンヌさん以外にも。でその時にやっぱコメント欄でパクリとかおぱしから許可取れとかいうコメントもあれば、それとは別にそもそもおぱし自体があれ笑っていいと思うのパクリなんだからパクリうんぬん言う権利あいつにねえだろみたいな、ことを言ってる方も確かにいます。でそれはそのごもっともだなというふうに思います。ただそのさらしていいともとじゃあ笑っていいともが似てるかっつったらタイトル以外何も似てないわけですよ。あとはもう MC がお互いサングラスかけてるぐらいしか似てないわけですよ。ってなるともうほぼほぼ別なんで、まあ、そこはちょっとねご容赦くださいって感じなんですけど、そのさらしていいともっていうタイトルでコメント返信をするのはちょっと正直 YouTube 上だとどうなのかなというふうには思います。なんでかっていうと動画投稿者の人からしたら多分それ再生数稼ぎたいっていうのが目に見えちゃうんですよね。リスナーさんレベルでも多分みんな分かっちゃうと思います。多分動画のタイトルとかにおぱしとかさ、タグとかにおぱしとか入れてさ、さらしていいと思うとかタイトルでつければ確かに関連動画に表示されやすくはなるんですけれども、正直俺としてはまあちょっと気は良くないですよね。なんかやっぱ自分の名前使われるのはね、なんかそのなんかおぱしさん大好きですみたいな感じでなんか動画上げていただく分にはなんかあほっこりするなって感じなんですけど、なんかもう露骨に自分の名前を使ってなんか再生数を稼がれる方はまあ何回か見たことありますけれども、やっぱ気は良くないんで、誰でもいいかって言ったら誰でもは良くないね。プラスやっぱその思い入れもでかいですよ、さらしていいともはね。すごいやっぱ自分でも大事なものなんで、まあちょっとね、まあできれば許可取っていただければなというふうに思います。で許可出すかって言ったら多分おそらくね出さないんじゃないかな。チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。